い、どうも、悪い方です。せっかくの週末、皆さんいかがお過ごしでしょう。僕はストックがなくなったので、これから撮影に行きます。で、今日はせっかくの週末なので、3箇所行きます。で、まあ、それは向かうときに順次説明していくのですが、まあ、3箇所全部動画は切り分けられてるかと思います。で、まず最初に向かうところなんですけども、コージアダム。昼間はバス釣りの名所で結構賑わってるみたいですよね。しかし、夜になると、心霊スポットとしてなかなか人が寄りつかないそうです。で、こちらなんですが、自殺の名所に選ばれている、なかなかにちょっと曰くの濃い場所となるようです。で、場所なんですけども、場所は兵庫県の、高郡高町にある、ダムになります。で、ここでの目撃例は、女性の幽霊、男性の幽霊。で、これはよくわかんないですけど、正体不明の幽霊が目撃されています。目撃されているので正体不明とは。で、ここの曰くなんですけども、1991年、完成当時から自殺の名所と言われていた、もう生まれながらの自殺の名所。で、水死体がですね、もうボコボコ出てくると、もうね、自生してんのかなくて、自生してんのかなってぐらい出てくるそうです。で、他には年に、数十人の自殺者が出ており、ダムの看板にはちょっと待てこの世で生かそう、その勇気、っていう格言的なものが記載されているそうです。まあ、他の話で言うと、昔地元の新聞に自殺が発生しまくってるよという記事が、掲載されていたんですが、自殺を誘発してしまうという理由で、掲載されなくなったそうです。で、他には、聡明湖にかかる大きい橋があるんですけども、ここからよく飛び降りてるそうです。今回もそこは撮影していこうと思います。で、これはちょっと、コメント、いつもお世話になっております。心霊マップさん、全国心霊マップさん、いつもお世話になっております。そちらのコメントの方で発見したんですが、ロータリーがどうやらあるらしくて、そこのロータリーの近くに、もう使われなくなってる古いトンネルがあるそうで、そちらの方も今回行けそうであれば、見て撮影の方していきたいと思います。説明はこんなもんか。では、早速、現地の方に向かいたいと思います。現在の時刻は、21時19分です。はい、今回は動く時間がそもそも遅いっていう。では、向かいたいと思います。はい、まもなく現着です。今の場所は、兵庫県西脇市ですね。もう少し行けば、高尾の方に到着しますので、もうほんと何やってんでしょうね、こんな休日に。休日、いや違う、金曜日か。金晩にみんなは何してんのかな、飲みに行ってんのかな、友達と遊んでんのかな、ですね。でも僕は僕で、今という時間を全力で楽しもうと思います。いやー、結構走りましたね。現在時刻は、午後10時8分です。で、現地到着が何分後だ、あと5分ぐらいで到着なんですけど、まだやっぱ少し早いですかね。他の人と立ち会わなければいいんですけど、なんせ今日はちょっと3箇所一気に回ってしまうので、そうですね、まあちょっと時間には余裕を持って動いております。まあ、ただ言っても3箇所すべて兵庫県なので、そうですね明け方には帰ってこれたらいいなと思っております。撮影中にね、日の入りが来てしまうとちょっと雰囲気が出ないので、まあ1箇所1箇所容量よく、テンポよく回っていければなと思います。はい、現地付近に到着いたしました。どうですこの雰囲気、めちゃめちゃ暗くないですか。曲がり角を1本曲がっただけでもはや別世界です。めちゃめちゃ怖い。果たして今日は僕は3箇所も回って無事で帰ってこることができるんでしょうか。これが遺言にならないようにだけ気をつけようと思います。はい、現着いたしました。そうですね、めっちゃ怖いっす。はい、思ってた以上の雰囲気感です。死ぬほど怖いです。で、どっから説明しようか。ロータリーは見つかりませんでした。はい、で、
橋があります。おそらく噂になってる橋だと思うんですけど、さっき車でバッて通りました。必要だ、編集の過程でなんかさっきコツンって聞こえたぞ、無理か。で、編集の過程で必要であったりとか尺的に微妙そうだったら、その車でぐるって回ってるところ、いいシーンがあったら載せておきます。で、橋をこれから撮影に行きたいと思います。ただなんですけど、めっちゃ怖いんですよね。で、柵の高さが僕の胸より下、多分腰上、腰と胸の間、ちょうど中間ぐらいしかなくて、正直あんま乗り気じゃねえっす。でも愛すべき皆様とのお約束ですので、行ってきます。車の電気消したくねえなとりあえず機材の準備します。はい、では機材の準備ができましたので撮影の方行こうと思います。めっちゃ怖いです。唯一の心の救いは近くに走り屋のインテグラが走り回ってることぐらいですかね。あとはすれ違いざま、さっきスイフトスポーツを見ました。彼らが近くにいるのと、あとは、心霊スポットに来ている少年2人が近くにいることだけが心の救いです。では行ってきます。忘れてた。今回も例に漏れず、車のカメラはつけっぱなしで行きます。そうですね、明かりをつけてればよかったんですけど、この明かり結局電源がないとつけれないんですよね。忘れてた。 USB バッテリー持ってくればよかったですね。では撮影行ってきます。はい、僕の無事を祈っててください。暗っ、現地です。でも多分僕ここ前にツーリングで来たことある気がしますね。なんかここのところになんか桜の木だと思うんですけど、なんか多分僕これツーリングに来たことある気がします。確かに周り峠道でしたね。多分暗いので奥の方が見えないと思うんでナイトモードをつけます。では探索していきましょうか。ちなみに、外気温は12度です。めちゃめちゃ寒いです。で、はい、見えるかな？見えないですね。ポイントを絞ります。どうです？これめっちゃ遠くまで届くライトなんですけど、見えないですよね。で、これがフェンスです。フェンスにカメラを置いてみて、どうです？あ、車の音が。うわ、恥ずかしいな、ちょっと。隠れようかな。いや、もう突っ切ります。はい、フェンスがですね、僕のちょうど胸ぐらいの高さです。で、よく聞くのが、こういうとこですね、になんか映るって聞きますね。まあ、気づいても見なかったことにして、このまま進んでいきましょう。めっちゃ怖いです。あー、来ましたね。めっちゃ怖いっちゅうに、もう人間、もう無視やけど、マジで怖えんだって、もう関わりたくねえ、もう怖くなって。あ、もう、来たわ。こっち歩いてきたわ。もうやめろって喋りかけんなよ、頼むわ。あ、もう引っ込め。来んなって。あ、でもちょっと心強い。後ろから来て、そして先を照らして、僕のために。いや、怖すぎて口数ばっかり増えちゃいますね。ゆうかね。おい！ U ターンしたじゃねえか。マジかよ。怖い。まあ、そうですね。テンパりすぎて、幽霊出ても、なんか、返り討ちにできそう。まあでも、正味の話、こういうところって悩みがあるときに来ると引っ張られるって聞きますね。そうですね。気分が落ち込んでるときは近づかないようにしましょう。っていうか、なんでなの？なんでライトついてねえの？
ちょっと、ここに足をかけるのは、ちょっと良くない気がするので、カメラだけ。なんも見えん。肉眼だったら割と見えるんですけど、どうです？手すりの奥です。なんも見えないですね。さっきなんか、うんって聞こえた。うるせえな、俺やろ。奥の方から車のライトが見える。それの安心感がある。安心感があるけど、なんでしょう。まあでも、そうですね。どうせなんか聞こえたりするんだったら、もうちょっと声量が欲しいです。うるせえな。動物か？声量が欲しいですね。少なくともカメラのマイクで拾えるぐらいの、その方が僕も。何の音？何も見えないと思ったら、すぐ下、水ですね。そら暗くて何も見えないですわ。では、ちょっと先に進んでいきましょう。っていうかね、僕ここ何でしょうかね。もう今真ん中ぐらいなんですけど、戻るのに、また通らんといけんの？マジかよ。いや、怖い。でもこんなん続けてたら肝が太くなりそうですね。いや、でも、時間帯ちょっと早いかなって思ったけど、よかったかもしれないです。走り屋の人たちがさっきから往復してるんで、気持ちちょっとマシ。マジの人がマジで怖いですからね。他人でも近くにいるだけマシかもしれないです。しかしこの橋長えな。まあこういうところで話していいのかわかんないんですけど、まあさっきも話した話かな。こういうところではちょっと歩行に不安があったり、ちょっと病んでしまっている時に来ると引っ張られるという話をしたじゃないですか。僕もちょっと正直いろいろ思うところがありながら生きているので、手すりには近寄らないようにしてます。まだ死にたくねえよ。怖い。マジで怖い。なんでみんなどっか行っちゃうの？なんか、車のテールランプがダムとは反対の奥底へ消えていく。なんでな。やっとあと少しで渡りきれそうです。長い。橋が長い。なんか、さっき奥の方で一瞬なんか見えましたね。カメラに映ってるといいけど。ここ、さっき車で、ちょっと場所の確認をしたところですね。足音？なんかさっきこっちの方から足音が聞こえた気が。気のせいか。空気感が変わったとかはないんですけどね。もともと空気感がやばすぎて気づかないだけでしょうか。では、戻りたいと思います。頼む。今走り屋来てくれ。どうせ来るなら今来て。そして僕の道を照らして、向こうにいますね。多分来ないんだろうな。今来てほしいです。走り屋の人たちには。そして道を照らしてほしい。あと、できればなんだけど、せっかくうるせえ車乗ってんだったら、思いっきり踏んで音を鳴らしてほしい。僕を心細くさせないで。でも向かってきてますね。でもあの距離感だったら正直、僕が向こうに戻る頃に向こうも来ちゃうんで、あんま喋りかけられたくないんですよね。
話すことないんで、気まずいじゃないですか。コミュ障なんで、ちょっと。では、ちょっと真面目に撮りましょうか。ここのダムなんですけど、おそらく、冒頭の説明で言ってるかと思うんですけど、年間数十人単位で死体がかかるそうです。名所ですね。名所中の名所です。こんだけ暗けりゃ、なんでしょうかね。本当に自殺だけかってちょっと思いますけど。ああ、多分この動画 T まみれなんだろうな。NG ワード言いまくってる気がする。まあでも正直なんかどっか気になるとこないっすね。渡り切った先のところで、ちょっとなんか、一瞬足音のようなものが聞こえたのと、あとはですね、橋に入って直後ぐらいに、一瞬、おって聞こえた気がするんですよ。何かの聞き間違いでしょうか。はい、地図ですね。あ、やっぱり予想通りだ。この音は、多分インテグラですね。やべえな、勝ち合うな、これ。かといって僕、こんなところで電気消してじっと隠れたくないっすよ。喋りかけられたらどうしよう。やだな。へいへい言うて帰ろう。怖え。黙ってると超怖え。マジで怖えよ。ああ、来ちゃった。ああ、VTEC の音がしますね。ああ、でも、ちょっと安心感が。おかげさまで、ちょっと気が紛れました。っていうか、超トイレ来て。なんかでもですね、なんか足元がふわふわしますね。なんででしょう。若干緩やかな上り坂、下り坂になってるのか。アーチ状になってるんですね、緩やかに。ああ、来た来た。頼むから絡まないでほしい。頼む。そのまま行ってくれ。そのまま行ってくれ、頼む。まあ多分向こうからしても橋の上になんかいるぞ、明るいぞってなってると思うんですよね。ああ、来た。カメラ下に向けます。来たー。はい、いってらっしゃい、頑張れー。いや、ありがとう。お出迎えですね。ちょっと気分が紛れました。怖いんで、裏場に戻ります。で、帰ってきて10分ぐらいですね。長い橋でした。では、こちら映像の方、止めまーす。はい、戻ってきました。めっちゃ怖かったー。でも、走りやありがとう。おかげさまで、ちょっと寂しくなかった。はい、一刻も早く、こっから立ち去りたいので、機材を片付けてさっさと戻りたいと思います。はい、今コージアダムから引き上げているところです。怖かった。あと緊張のしすぎでしょうかね。もうちょっと頭が痛いです。あと2箇所あるので、このダムの動画はここで一旦切り上げると思います。ただ僕の方はですね、あと2箇所今日回るので、引き続き安全運転で向かいたいと思います。それでは一旦ご視聴ありがとうございました。よかったら、高評価ボタンであったりチャンネル登録してくれるとモチベーションにつながりますので嬉しいです。それではありがとうございました。超怖え。Not your baby girl, I'm living in my own world. I am plastic, call me classic. You can't touch me there, you can't touch my body unless I say so. Ain't your baby no. All of the kings had their queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast.